紅茶町です。今日はタイトルサムネイルにもあります通りブライス人形の開封をしていきたいと思います。で、今回開封するブライス新発売というものじゃなくてずっと私の家にずっと眠っていたブライスちゃんで、昔から動画見てくださっている方はね、何のブライスか感づいている方もいるのではないでしょうか。ということでまず出しちゃいます。こちらです。パッパパパパッパーン、エヴァンゲリオンの綾波レイちゃんのブライス人形です。この前サブチャンネルの動画でクローゼット開けてちょっと軽く紹介した動画があったんですけど、その時にねチラッとこちら出したんですけど、やっぱり開けないともったいないなって思っちゃって、今日はこちらを開けてもう目に見えるところにいつも置いておこうかなって思います。で、なんとこちら今 Amazon で10万円ぐらいで売られてるんですよね。さっき調べたらだいたい9万円から11万円の間でいくつか販売されていて、かなり値上がったなってびっくりしております。ついにこちら開封していきたいと思います。よかったら見ていってください。それでは開けていきます。ちょっとね、高級感出すために手袋はめてみました。それではこちらが今回開けていく綾波ちゃんのブライス人形です。私史上最大のこれはビッグイベントになっております。ドキドキしております。で、ちょっと開いてる、セロハンテープが切れちゃったんですかね。まずセロハンテープついてるところを全部解除していきます。多分私が今家にある中で一番高く値段がついているものなんじゃないかなって思います。あ、開いた。ではではでは、こちら開けていきたいと思います。3、2、1、パパパパパーン。あ、なんか全然違いますね。いつもの感じと全然違う。うわー、すごい、中身真っ赤。じゃんじゃ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 ーん。スーツがかっこいい。はあ。はあ。よいしょと、トールちゃん。あ、髪の毛から取れちゃった。おお。こちら忘れてました。もうドールちゃん先に開けちゃったんですけど、これこれこれ。今回の綾波ちゃんとブライスコラボのストーリーも書いてあります。ブライスが綾波レイに出会った瞬間何かが起こった。あのエヴァンゲリオンの最も愛すべき登場人物綾波レイをブライスが華麗に表現した究極のコレクションが誕生。ブライスが綾波レイに、綾波レイがブライスに、綾波レイ×ブライスホワイトライト。さて次回もサービスサービス。ではこちらの小物の方も開けてみたいと思います。まずこちらスタンドの下部分、きっと綾波ちゃんのスーツの色に合わせてるのかな。で、スタンドのこれが上の刺すやつです。ここに刺してまずスタンド完成です。これはブライス人形の定番アイテムですね。そして次は靴、動きやすいフラットシューズ、白と黒なんですけど、なんと底が赤色、ルブタンみたいですね。タイツがぐにゅっと厚みがあって若干脱げちゃうかも微妙なラインだけど、なんとかギリギリ履けてます。そしてこれが頭につけるなんか角みたいなやつ、それプラスこちらカチューシャの土台、頭につけるなんていうの、カチューシャ、キュッと、おお、かっこいい。そして付属品最後こちら、なんとパンツ。今綾波ちゃんスーツ着てるから、確かアニメでもなんかこのスーツ着る時って裸じゃなかったっけ。多分それを再現してんのかな。そして今回入っていた綾波ちゃんドールです。頭のところに今ビニールついているのでこれ外していきます。やっぱり開けたてのブライスちゃんの髪の毛は慣れるまで残念な感じなのですが、まあしばらくしたら馴染んでくるかと思います。可愛いですね、ブルーのショートカット。メイクもね、すっごい薄めで、いつもだったらブライスちゃんピンク色の可愛いリップとかしてるんですけど、綾波ちゃんなので少し血色の悪い感じって言ったらなんか失礼だけど、白さが引き立つ感じになっております。で、目の方動かしていきたいと思います。最初今の状態が赤色、そしてこのアイチップ引っ張るところもね、今回ブライスちゃんとエヴァンゲリオンコラボしてるよみたいなチャームがついています。これを引っ張っていきましょう。ガチャンと、あ、まつげもなんか違うね。いつものパッツンまつげじゃない、けばくなく本当にナチュラルなまつげがついています。では最初の目はこちら。お、これも赤系ですね。次、あ、
これも赤系。やっぱ綾波ちゃんだからそんなにすごい遠ざかる色は入れてないんですね。これが唯一可愛いピンク色。それ以外は本当綾波ちゃん感のあるカラーになっております。これだけ若干違うね。少しピンク寄りの赤色になってます。かわいい正面向いてるのが私は一番好きかな。それでは最後こちら頭につけていきます。でこれは下から、あ、すごいちゃんと位置が分かりやすいようにここ耳を引っ掛けられるようになってるのと、この一番後ろの部分、これがここに入るのかな。あ、入った。髪の毛を整えてあげて、よし、こんな感じでしょうか。カチューシャ部分がしっかり隠れるように整えていきました。超可愛いんだけど。ね、若干この後ろの癖っ気たちがね、少し気になるんですけど、すっごい可愛い。これが綾波ちゃんブライスでーす。もう綾波ちゃんとブライスの掛け合わせが可愛いしか生まれないですもんね。すごく可愛いです。あら、あなた新入り？ねえ、ねえってば。まあいいわ。その洋服すごいおしゃれだわね。どうなっているの？ちょっと私にも着させてよ。それはいいってことね。キョロ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 、誰も見てないわ。おいはぎ。ということで小梅の要望通りちょっと服を脱がせていきます。で後ろの方チャックとか何もなくて、ここがマジックテープになってくっついています。でこれを取っていくと、このエナメル素材っぽいのでできてるこの部分が取れるようになっています。わー、すごいね。全然今までのと違う服。これでキュッキュッと、エナメル素材っぽいやつだからすっごい伸びにくいんですけど、もうちゃんと計算されているのか、しっかりと脱げるようにはなっているみたいです。お、脱げた。これで一番上に着ているのが取れました。こんな感じです。本当にスーツって感じ。そしたらあとは普通の洋服みたいに、この後ろ部分マジックテープになっているので、ここを脱がせていきます。で肩のところプラスチックパーツがついているんですけど、これはもう布にくっついている感じなので、そのまま外していきます。よし。下の方はストッキング素材なので、ただただ脱がしていくだけです。着てみたはいいけど意外と苦しいのねこれ。でも大丈夫、あなたは死なないわ。だって私が守るもの。何文句あんの。ということで今日はずっと勇気が出なくて開けられなかった綾波ちゃんブライスの開封動画でした。いかがでしたでしょうか。おー、開けてよかったずっと開けないで取って置いてた自分、まあ、それも正解だと思います。だけど今回こういう大事なもの開けてみて、やっぱり開けていいなって、じゃないとこんな可愛いブライスちゃんの姿を見ることができなかったので、また開けてよかったなって思いました、ね、箱のまんまめでるのもねいいと思うんですけど、やっぱ箱の中にいる姿と出した時の姿全然違うなってすごい今回実感しましたね。ごめんね、ずっと出してあげなくてね。そんな感じです。皆さんもこういう大事なものってどうしてますか。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。この綾波ちゃん可愛いって思ってくれた方、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。